皆さんいかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターの松井正道です。女優で歌手としても活動してます江藤彩です。あやさんどうもお久しぶりです。お久しぶりです。お元気でしたか。お元気でした。あ、よかったです、まあ、今回ですね、江藤彩さんにお越しいただきましたのは、実は僕の曲で、あやさんとも一回一緒に歌った曲で、Still Growing Up という、まだまだ成長中という曲があるんですけれども、まあ、今ね、本当に皆さんこういうコロナ禍で、思うようになんか活動、外にも出られないですし、まあ、やりたいこともなかなかできないっていうご時世じゃないですか。ですけれども、やっぱ気持ちの部分で、やっぱり何かこんな風だから何かできないとか、もうこれぐらいの年齢だからもう新しいこと始めるのって勇気いるよなとか、もうなんか腰が上がらないなとか、そういう方多くなってると思うんですよ、僕ら同世代。そうですね、もうまだまだ気持ちはね、あやさんも僕も若いんですけども、気持ちだけはもう若いですよね。でもだんだんやっぱりなんかね、もう40超えてやってることいろいろとこう思うところもあったりね。だいぶ超えちゃいましたね。はい、超えた。どれぐらいかは聞かないですけど、ね、はい、はい、まあそんな風な世の中ではあるんですけども、やっぱりこの Still Growing Up という曲を僕はもう皆さんに聴いていただいて、少しでもこの、前向きになる気持ち、元気になっていただきたい、はい、そんなことからですね、僕が全国各地でいろいろと活動されているアーティストの同世代のアーティストさんにちょっと声をかけさせていただきまして、それで We Are The World、 ご存知ですよね、はい、知ってますよ。もう We Are The World みたいに、全国各地のアーティストでこの曲を同世代で一緒に歌いたいなと思っちゃったんですよ。すごいかっこいいじゃないですか。これね、僕ね、昔からやりたかったことなんですね。だからこれはちょっと、まあなかなか皆さんもライブ活動とかね、できないんで、まあうちは東京にスタジオがあるんですけど、なかなか東京までお越しいただくのも大変な時期なんで、皆様がやっぱ音楽家ですから、それぞれにレコーディングできる環境があると思う。そうですね、こういう時代だからこそデータで映像と音源を送っていただいて、それで1曲をずっとつないで、この曲をみんなでやりたいなと思うんですよ。それでまあ、あやさんも僕、同世代ですから、今回同じレーベルとして、歌手江藤彩さんに僕オファーさせていただいたんですね。はい、本当にありがとうございました。私はもうこの歌すごい、名古屋でライブやった時に、そうそうそう、歌をしててもらったじゃないですか、はいはいはい、すごい元気が出る歌で本当好きなんですよ、はい、いや嬉しいです本当に。これで、もう、まあ、アラフォー、もうアラフィフ世代になるんですよね。皆さん、ね、みんなね、皆さんすごい若く見えるんですけども、本当同世代ってことですごい嬉しくて、そうですよね。で、まだお会いしたことがない方が多いんですけど、あやさんはほとんどそうですよね。そうですよね、はい、うん、じゃあそのメンバーを松井さんが紹介して、はい、ありがとうございます。ぜひちょっと紹介させていただきたいです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ順番にですね、はい、まずはこの原曲の2番を作詞されているという久世良介さん。そうなんです、うん、この曲僕だけが作ったんじゃなくてですね、実はもともとは2018年にですね、僕と全く同級生の久世良介さんは岐阜 FM のパーソナリティさんなんですね。もうすごい名物パーソナリティで長いことキャリアがあって、でももともとはバンドマンなんですよ。そうなんです、ね、しかもすっごい、みんなが当時僕らが高校生の頃憧れたような、全国の猛者たちが集まるバンドの甲子園みたいな大会で優勝されてる。すごいすごいすごい。もうすごい、だからもともと音楽マンでバンドマンで、もう僕よりもずっとキャリア、音楽キャリアが長くって活躍されてる方が、今はもうラジオパーソナリティとして、もうあとはもう岐阜のケーブルテレビなんかでも、ね、大垣でケーブルテレビなんかされて、もう岐阜ではもう超有名な大スターでございます、はい、その久世さんに僕がちょっと同級生で一緒に曲を作ろうよと持ちかけたんですね。でその時に歌詞を久世さんに書いてもらいたくて、はいはい、自分で楽曲作られるから、うん、じゃあ久世さん僕1番が書くから久世さんちょっと2番考えてよっていう風で歌詞も作ってもらって、はい、それで一緒に歌いましょうと
でその時にもう一人東京の僕お世話になってる演出家、あやさんも一度お会いした浜本信弘さん、あ、はい、浜さん、うん、浜さんも僕は同級生なんです。俳優さん、俳優さん、そうです、うん、もう江藤あやさんは役者さんのつながりで浜さんといろいろね、そうですね、つながりが、そう、つながってお会いしたこともね、うん、ね、あったりするんですけど、うん、その浜本さんと久世さんと僕の3人で、うん、ちょっと一回同級生企画をやろうかっつって、この Still Growing Up っていう曲ができたんですね。でその時にも歌っていただいてのが久世さんなんです、うん、で作った本人でもありますし、もともとバンドマンでもあるということで、今回も当然のように久世良介さん参加していただきました、はい、めちゃめちゃ素敵です、楽しみですね、はいはい、そんな久世さんからですね、うん、あの皆さんから今回、うん、コメント、あ、コメントいただいてますんで、ということで、はい、はい、ではコメントご覧ください。久世さんからのコメントです。作詞で参加をしました久世良介です。松井正道くん、まっちゃんとは同郷岐阜の、まあ、同い年ということで、まあ、いつか一緒になんかやろうっていうのが、まっちゃんからのね、本当にパワフルな、行動力で実現しまして、歌詞も半分できてて、曲ももちろんできた状態で送ってもらって、でそれを聞いた時にやっぱりさすがやな、まっちゃんと思いましたね。そのさすがっていうのは、ミュージシャン松井正道としてのさすがな部分と、同世代やっぱり刺さる言葉持ってるなっていうね、さすががありましたね。なので僕も歌詞を書くときには本当にスラスラとまっちゃんにお返事をするように、さっと書けたような覚えがあります。でやっぱりまっちゃんの歌詞の中で、昔話より楽しい話をしようっていうところがあって、そこすごく好きで、僕はそれに対してなくしたものより増えたもの数えよう、まあ、本当若さだったりとか体力っていうなくなっちゃったものもありますけど、その分手に入れたものがあるぞと、まだこの先に成長して楽しいことできるぞっていう、そんなところが僕にとっての主題かなと思ってます。今回参加してくださったシンガーの皆さんのおかげで、よりそれがパワフルなものになって、でより多くの方に届くといいなと思ってます。ぜひ皆さん聞いてください。まっちゃんありがとう。はい、それでは続きまして、安藤時隆さん。安藤時隆さん、うん、すごい、ちょ、名前ですね。名前安藤時隆さんの真ん中にミドルネーム時って入ってます。カタカナ時、これはご紹介させていただいていいのかどうかわからないんですけど、ぜひお願いします。ご本人から聞いたお話だと、うん、まあ、北斗の拳に、ああ、あの時ラオウとか時、もう時系ですね、うんうん、北斗四兄弟の時系、世代でも分かりますよね。その時に憧れて、これダメだったら時さんカットしますから、うん、いや、多分 OK だと思います。そうですよね、うん、それできっかけはアーティストネームとして安藤時隆、なんかね、織田和佐之助信長みたいなミドルネームがあるとなんかまたかっこいいじゃないですか。確かに。まあ、そんな時さんに出会ったのがですね、もともとは僕東京に出てきて、まあ、結構一人でライブハウスでライブやってたんですよ、はい、そのライブハウスで対バンで、対バンっていうのは一緒にその日演奏する方、うん、で出会ったのが川田正幸っていう僕のサンサロのメンバーで、ギターがすごく上手いギタリストの川田正幸っていうのが、うん、後にメンバーになるんですけど、はい、対バンで出会ったんですね、うん、でそれで一回意気投合してちょっと一緒に会いましょうよと、一回どんな感じか一緒に練習してみましょうよということで、うん、川田と一緒に練習したんです、うん、でその時に川田が「いや、まっちゃんね」っつって、僕の先輩でめちゃめちゃすごいアーティストさんいるから、うん、彼の音源を聞いた方がいいよっつって、いうふうに言って、その当時まだカセットだったか MD だったか聞かせてもらったんです、持ってきてたから、川田が、川やんが、それで僕その聞かせてもらったんですよ、その音源を。もう度肝抜かれましたね。もう僕にとっては東京でもう一番最初に見ためちゃめちゃ高い壁ですよ。こんなにすごくないとデビューできないのかなと。もうアーティストのトキさんの作る楽曲がおとぎやっていうグループで、まあ、バンドでやられてるんですけど、まあ、川田はもともとそのおとぎやのメンバーでもあったんですけど、もうその楽曲があまりにも素晴らしすぎて、まあ、最近それをリメイクされたものを YouTube 上げて見えるんで、それもちょっとリンク貼っときますけど、喜怒哀楽っていう曲とか聴かせてもらった時にもう本当にびっくりするぐらいのクオリティで、僕にとってはもう、あ、
こんなすごい人東京いんのかというのを一番最初面食らった方ですね。それは素晴らしいです。僕よりもいくつか先輩の方ではあるんですけども、今回初めてあのライブとかではねご一緒させていただいたことあるんですけど、一緒にレコーディングという形ではもう20年以上、あの知り合ってからあれになりますけど、初めてコラボレーションさせていただくことということで、めちゃめちゃ楽しみな、そんなおどぎ屋さんが安藤時隆さんですね。それではその時さんからのコメントご覧ください。こんにちは、シンガーソングライターの安藤時隆です。おとぎ屋というバンドでもう20年以上活動させていただいてます。それ以外にも、楽曲提供や舞台の音楽、ミュージカルの作曲なども行っております。松井正道くんに今回誘っていただいたこの企画、まるで同窓会のようにね、すごくワクワクしました。ありがとうございます。松井くんとは2002年からのお付き合い、もうすぐ20年になるのかなとびっくりしているんですけれども、その当時僕のホール公演で、松井くんが舞台に水を届けてくれたのがすごく、覚えてます。その時が初めてだったのかな。それから彼の、サンサロ時代の活動すごくよく見てきました。そして、その後もソロ活動すごく頑張っていました。あれから時が流れてこうして活動を続けているね、他にも今日はそんなミュージシャンがいっぱい集まってくれたのかなと思ってます。こんな風に様々な思いを呼び起こしてくれるような松井くんと、この素敵な曲ね、感謝して今回は精一杯楽しく歌わせていただきたいと思います。では聴いてください。 Still Growing Up、はい、それでは続きまして桑名紫音さんです。桑名紫音さんも、紫音さんも僕にとってはもう本当に最初にお会いしたプロの歌手の方じゃないですかね。あの僕十何年前にですね、西東京市っていうところにまあ住んでたんですよ。で、あのそこであの知り合わせていただいたあのプロの歌手なんですけども、あの元々新潟県出身の方で、今も新潟で活動されてるんですけど、僕大学時代新潟だったんですよ。新潟産業大学ってとこ行ったんで、あの新潟トークですごく最初もう知り合わせていただいてから、新潟関わりでこう仲良くならせていただいて、それであのライブなんかをご一緒させていただくようになったんですね。もう紫音さんは男、男が憧れる男みたいな感じの、長渕さんとはまた違うんですけど、なんかそのソウルの力強さがもう男節、もうなんか節っていうのがいいですね。もう本当に力強い楽曲をピアノ一本で弾き語り、ピアノ一本でやられる方なんですか。弾き語りもされるし、ギターでも弾き語りされるし、もうマルチにいろんなことをされるんですけど、もうやっぱりね、でもライブの時はいつもピアノ弾き語りで歌ってたんですけど、なんかピアノ弾き語りって僕の中ではちょっとこう繊細な、あのかっこよさ的なものが、あのピアノの弾き語りのイメージだったんですよ。でも紫音さん見てからもうそれがパワフルなピアノの弾き語り、もう声がねすごく音圧があって、ドーンとこう響くんですね。でそれでもうあの男のソウルをくすぐられるような歌を歌われるんで、もう紫音さん必見です。もう今もね新潟でライブ活動とかされてると思いますし、もう今回一緒に紫音さんともこういう音源としてずっと一緒に何かやりましょうよって話はもう何年も前からしてたんですよ。新潟でライブしようって話はもうここまで出てたんですけど、まだされてないんです。そうなんです、もうコロナになっちゃったんで、なかったらもう行ってたんですよね。紫音さん呼んでくれたんですよ、この間。2年ぐらい、1年か2年前に、まーちゃんちょっと一緒にやろうよ、一回新潟でライブやろうよっていうので、ぜひやりましょうっつったらちょっとできない状況になっちゃったんで、残念ね。なんで今回声をかけさせていただきました、もう桑名紫音さんです。はい、それでは桑名紫音さんからのコメントをご覧ください。皆さん、はじめまして、新潟県新発田市出身のシンガーソングライター桑名紫音と申します。久々にこの曲で元気をもらいまして、まあ大切なことがたくさん詰まった曲だなという、まあアラフィフならでは感じたこともあったんで、まあまあ基本その僕も音楽を
やるにあたってやっぱりこう全てが挑戦ということでしたし、まあいくつになってもその追いかけるものがあるっていうのはとても大事なことだなということで、やっぱそれはどんな分野でもそうだと思うんですけども、やはりその挑戦し続けるということはとても自分のモチベーションにもなるし、やっぱりこう終わりない、正解がないということをこう追い求めるというのはとても自分にとっての成長につながるし、まあ僕は音楽に出会ってよかったなと今でもね思ってます。なので僕もいい年ですが、まだまだ挑戦し続ける身としてまた一から頑張っていきたいと、まあこの曲を聴いて感じたことです。まあこの曲を聴いてくれた皆さんもそういう気持ちになってくれたらとっても嬉しいと思います。ありがとうございました。はい、続きましては京都出身で福岡を拠点にされて活動しています、加藤直樹さん。加藤直樹さんですね、はい、これはもう僕説明するまでもなく、そう、私もあれですよ、栄南音楽祭でお会いした、すごいパワフルで、ですよね、大きい方ですよね。もうね、僕もね大きい方なんですよ。でも僕よりもはるかに大きいですよ。そうなの、すごいオーラもあるけど、ね、直樹さんは190ぐらいあるんじゃないですか、わかんないですけどね。でもそれ多分近くあると思う、ね、もう加藤直樹さんは僕も愛さんと一緒で、うん、名古屋で毎年行われている栄南音楽祭っていうのがありましてね、そちらのイベントで会場が一緒で、うん、楽屋も一緒で仲良くさせていただいて、お世話になりましたね。ね、それでステージをもう見させていただいたじゃないですか、ね、一緒に、うん、もうステージの方ですね。ね、本当に人を巻き込んで、もうみんなをとにかく楽しませていただける、うん、なんだろう、もう動き回って、うん、お客さんのところへ行って、うん、もうあれはやっぱり場数というのが ね、会場が一体になるステージを、確かにパワフルで、あの声量で、そうでまたね、おしゃれなコードでかっこいい、もう現代的なかっこいいカッティングなサウンドなわけですよ、うんうん、でもうでも直樹さんはおいくつなのか僕はちょっと正式なところはわからないです。あ、そうなんですか。同世代ということで、同世代、そうね、同世代ということでね、うんうんうん、もうでも直樹さんはあのステージの後、うん、一緒にね、うん、飲みに、そうそう、みんなでね、行きましたね、出演者で、うん、直樹さんそういうね、人と人をこうつなぐ力っていうか、うん、直樹さんから声かけてくださったんで、うん、あれ松井さんこれからこの後飯どうするんですかって、そうですね、それで声かけてくださって、うん、もうああいうのがもう本当に実は一番大事なアーティストとしての資質なんじゃないかなって僕思います、うん、なんかね、本当にその場だけじゃなくて、どうしても対話になるとすぐその場だけってなるじゃないですか。確かに、そうね、それがね、本当に直樹さんちょっとよ、もし時間あったら一緒に行きましょうよ、うん、って言って、そうね、で直樹さんのチームとうちのチーム、そうそう、6人ぐらいかな、ね、福岡の、ね、うん、チーム、そうです、福岡のチームでね、そうそうそう、今福岡をね拠点に活動されてるということなんですけど、うん、もう全国いろいろと大阪方面とかね、いろんなところで活動されてて、うん、もうフェイスブック見てるとね、うんうん、ものすごいいろんな地域で活動されてるんで、ぜひ、お近くに加藤直樹さんいらっしゃるときは皆さん ね、もうライブ本当楽しいですから、うん、見に行っていただきたいと思います。はい、それではそんな加藤直樹さんからのコメントをご覧ください。皆様ごきげんよう、シンガーソングライターの加藤直樹です。確かに昔に比べるとできたはずのことができなかったり、頑張るとすぐ怪我したり、物忘れがひどかったり、悔しいこといっぱいあります。ただ今だから分かってることとか、今だからできることもめちゃくちゃ増えてると思います。常に今日の自分を更新していくと考えて頑張っていけば、ずっと進化した状態の自分でいれると思ってます。遅すぎるなんてことは全然ないんです。We are still growing up. みんなそんな気持ちで頑張っていこうぜ。加藤直樹でございました。バイバイ。皆さんごきげんよう、シンガーソングライターの加藤直樹です。今だから分かること、今だからできること、安西先生は言いました。諦めたらそこで試合終了だよ。とりあえず
君は日本一のおじさんになりなさい。 We are still growing up。 福岡から加藤直樹でした。バイバイ。続きましては、東京都出身で京都で今活動されていますジョアさんです。来ましたね。もうあの女性としてはですね、うん、本当あやさんとジョアさんとこの後紹介させていただく千春さんの3人がいらっしゃるんですけど、うんはい、3人とも本当に違う声質の方なんですけど、ジョアさんはあの本当歌唱力という言葉が合うシンガーさんで、うん、でこれもねもうかなり古いんですよ。あの20年ぐらい前のイベント、うん、で僕がサンサロとして、うん、あのまだ僕もサンサロもアマチュア時代ですね。アマチュア時代にコンテストが多分ね最初一緒だったと思うんですよ。でコンテストで知り合って、その後イベントとかでも一緒になって、うん、でそこでこうまあ、世代も近いし、うん、意気投合して、うん、で一人でその当時は活動されてたので、うん、ちょっとまっちゃん後ろでギター弾いてくんないかなっていうので、うん、お手伝いさせてもらったことがあったんですよ。でそれからもういろいろいろんな結構歌のお仕事で、うん、まあご本人あまりおっしゃらないでしょうけど、うん、スマスマ出てたりとか、えすごいスマスマね、スマスマに出たことがあったり、歌でまあゲストっていうわけじゃなくて歌の仕事で、後ろでこうバックコーラスみたいなものとか、あと本当にミュージックフェアでも同じようにこう、うん、いろいろとお仕事されてたりとか、いろいろとご活躍されてて、でもう僕も十何年もともと東京で知り合ってたんですけど、うん、今も京都の方でお住まいなんですけど、うん、久しぶりにご連絡をいただきまして、でちょっと音楽コラボしてみたいなということでコンタクトくださいまして、それはでもタイミングっていうかご縁ですよね。ご縁ですよね。なんで本当に僕も「ああ久しぶりですね、お元気でしたか」っていう、ちょうどこのねプロジェクトをやろうと思っていたタイミングだったんで、ぜひちょっとこのプロジェクトに参加していただけないですかということで、僕の方からちょっと誘わせていただきました。まあぜひやりたいですってことで、京都からレコーディングにね来てくださる。あ、わざわざ来てくださる、うん、いや私も楽しみですね。本当に素敵なね、もう本当歌い上げる系の、歌唱力の高い女性シンガーさんなんで、うん、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います、うん、はい、はい、それではジョアさんからのコメントいただいてます。どうぞ。皆さんこんにちは、ジョアです。15年ぶりにレコーディングに参加させていただきました。夢は願い続けたら本当に叶うんです。そんな気持ちをこの Still Growing Up の歌詞に込めて歌わせていただきました。ぜひお聴きください。はい、続きましては福岡県出身で東京で活動されています、千春さん。千春ちゃん、千春ちゃんはですね、もう 僕とまあ同世代なんですけど、多分ねあやさん同い年じゃないかなと思うんですけど、嬉しい。千春さん、千春ちゃんはですね、うん、もう一番活動としてなんか古くから一緒に、うん、切磋琢磨してきた、マーメイドブルーバードっていう、うん、ボサノバのバンドのリードボーカルの方で、でギタリストのサカッチって僕が呼んでるサカッチってアーティストさんがいて、うん、まあ、その二人でボサノバスタイルで演奏したりしてるんですけど、うん、もうサンサロとマーメイドブルーバードは同じコンテストに出て競い合ったりとか、わすごい青春の本当です。もう本当にずっと一緒に音楽、一緒にイベントやったりとか、まあ戦友ですよね、うん、戦友ですね。もう本当に20年前のイベントで、2000年のイベントで知り合ってるので、確かなんでも21年、うん、一緒に、まあ一緒にというか定期的に連絡を取り合いながらやってる、うんうん、本当素敵なアーティストさんで、でもやっぱり一緒に何か作ろうっていうのはなかなかなかったんですよね。なんで今回はこの機会もこのマーメイドブルーバードの千春ちゃんを呼ばないわけにはいかないなと。もうあやさんなんか絶対好きだと思います。本当ボサノバでカフェミュージックみたいな。あ、いいですね。あやさん最近カフェ始められたんでね。あ、そうですね。ちょっと曲がりカフェを。あ、月1。月1ぐらいでね、やれたらいい。めちゃめちゃいいじゃないですか。昔からなんかやりたいってね。そうなの、コーヒーの焙煎にね。
ちょっと凝ってるから。うわ、すごい。そうなんですね。江藤愛の独り言でも、この焙煎の失敗しながら。すんごい、あれかす出るんですか、あれは。すごいですよ。もう、煙とあと匂い、すごいんですけど。そう、すいませんね。ちょっと脱線しちゃってね。そう、で、そこのカフェでかけるなら、僕は一番いいな、この、マーメイドブルーバードの。あ、わかりました。もう、千春さんのね、曲かけさせていただきます。絶対かけたら、もう、カフェでずっとかかったら、もう、最高の音楽ですよ。私やっぱ歌唱力はもちろん当然のことながら、うん、あの洋楽なんかも歌われるんで素晴らしいですね。もう本当に、あれです、先ほどから皆さん20年来とか、うん、本当に古くからの松井さんのそうなんです、ね、すごいシンガーの方ばっかりじゃないですか。本当ですね。じゃあなんか聞いた本当に私多分一番出会ったばっかりの。そうですね。本当にちょっとすいません、いやいやいや、ちょっとなんか女優枠でなんか入れてもらっちゃってて、というか申し訳なくなってきちゃって大丈夫ですかね。なんてだって日本一のあれですからね、あのバズりをした女性ですから。いやでもちょっと今間違いかなと思って大丈夫、うん、いやとんでもないとんでもない。やっぱりね、あやさんがいてくださることによってね。いやでも、本当に今ね皆さんの紹介聞かせてもらって、もうますます出来上がりが楽しみになってきました。本当ですよね、もう本当に千春ちゃんのライブなんかは、あそうですね、今度ちょっとご一緒また、あのライブでさせていただくんですけど、ぜひあやさんにもね生でマーメイドブルーバード、あの千春ちゃんの歌声を聞いていただく機会、これが多分東京で活動されてるのあると思いますので、ぜひぜひぜひその時ちょっと、あの見てあのいただけると嬉しく思います、はい。それではそんな、千春さんからのコメントです。どうぞ。あやい千春です。マーメイドブルーバードというラテンポップバンドのリードボーカルをやっています。まっちゃんと、松井正道さんですね、あの20年ぐらい前からですねご縁がありまして、もう公私ともども仲良くさせていただいてるんです。そんな中であの今回、Still Growing Up の、みんなでコラボレーションしてあの発信していこうよというあのこんな素晴らしい、ね、企画に呼んでいただけたこと、とても光栄に思います。ありがとうございます。本当にこの曲は J-POP の素晴らしい点をついてるなと私は思います。ポップスはどうしてもあんまりこう評価が他のオールジャンルね含めて あまりよくこう上がっていかないところもあるんですが、やっぱり私たちは J-POP を、ね、これなく愛して、そして聴いて成長して励まされてきていると思うんですけど、特にこの素晴らしいのはドライブ感、そして共感できる歌詞、とてもストレートに入ってくるこの2つの要素っていうのが本当に魅力なんだなと思います。歌っていて私も本当にあ、そうだよねって気づかされました。視聴していただいている皆様本当にありがとうございます。本当にこの数年生きていくのが大変ですよね。きっとみんな大変だと思うんですけども、明日は今日と違う一日だと思います。同じように見えて1ミリでも違う一日だと思います。なので私たち一緒にみんなで明日違う一歩を踏み出せるよう頑張っていきたいですね。共に頑張りましょう。ありがとうございました。あやいちはるでした。さあということでですね、皆さんからコメントをいただきました、はい、なんかさらにテンション上がりませんか、皆さんのコメント。いやもうめちゃめちゃ上がりました。っていうか上がったのと同時に、いやちょっとなんかこうゾワゾワモヤモヤしてるのはなんだろう。いやいやもうなんつったってね、でもね世の中に一番大きな石投げたのはあやさんですから。石投げてもう本当に変わらぬ石をじゃないですけど、もういやいやぶわー広がりましたからね。いやでも本当にありがとうございます。いやこちらこそです。本当にこれがまたみんな本当に僕らにとって同世代の方々なので、やっぱり皆さんに僕らの同世代以上の皆さんに、まあ、もちろん若い人も含めてね、はい、少しでもなんか元気になっていただけたら、ね、メッセージ、ね、届けたいですね、うん、そうですよね。最後はですね、この企画自体一緒に始めました、ストーリー仕立てのミュージックビデオがあるんですよ、はい、でそれがスティールグローイングアップのミュージックビデオとして YouTube に載ってるんですけど、その演出、もう脚本から全部こう作ってくださったのが、同級生の、演出家の浜本信弘さん、
ハマちゃん、あれ見ましたけど、すっごい良かったですよ。うわ、ありがとうございます。もうすごい感動しました。うん、もうやっぱなんかちょっとしたショートムービーっていうか。そう、もうすごいちゃんと、本当もうなんか短編映画みたいな。嬉しいです。もう短編映画。本当にね、うん、感動しました。ぜひぜひね。ぜひね、そちら見ていただきたいですし、その、まあ最後この企画を一緒にこのストーリーを考えてくれた、浜本さんからもメッセージをいただこうかなというふうに思います。はい、それではご覧ください。はい、どうも皆さんこんにちは。はじめまして、浜本信弘と申します。よろしくお願い申し上げます。私はですね、スティルグローイングアップミュージックビデオの脚本監督主演を務めさせていただきましたありがたいことですね。今現在もそちらの作品はですね、 YouTube 等で公開しておりますので、ご覧いただければと思います。その当時ですね、松井さんの方からご連絡いただいて、まあ我々40代なんですけども、同年代を元気づける曲を作りですね、同年代を元気づけるミュージックビデオを同年代で作りたいという熱い思いを受けてですね、そのメンバーに入れていただいた、私のことを思い出していただいてですね、そのメンバーに入れていただいたということはですね、本当に今でも光栄に思っております。ありがとうございました。そして今回新企画でスティルグローイングアップをいろんなミュージシャンの方々がですね、まあバトン形式で歌いつなぎ、一つの楽曲を歌い上げるという新企画にこうやってコメントを残させていただくっていうのは本当に光栄です。本当にありがとうございます。この曲がですね、一人でも多くの方に広がり、また同年代の中でね、より多くの人に広がりですね、同年代のメンバーがですね、よしまた頑張ろうとかですね、あ、我々はまだ成長途中だみたいな元気づいていただけたら幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。それではまたね。浜さん、ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、もう本当にね、この曲たくさんの方に聴いていただきたいですし、はい、少しでもなんか前向きな気持ちになっていただけたら嬉しいかなというふうに思います、はい。そしてこれ参加してくださったね、アーティストの皆さんの活動、ぜひ皆さん、リンクいろいろ貼ってありますんで、はい、それぞれのアーティストの活動、自分家の近くにいらっしゃることもあると思いますんで、ぜひチェックしていただきたいと思います。あやさんも今日はありがとうございました。ありがとうございました。それではまた、さよならー。